皆様こんにちは。香川大学の長澤でございます。利益相反はございません。本パネルのテーマは漏斗鏡治療の長期成績ということです。私はこの意味を、手術直後の胸の形が時間を経てもまだ保たれているかどうかと解釈させていただきます。でところが、いろいろな文献を見てもしっかりとしたエビデンスに基づく結論は出ていないようです。でその理由は簡単です。何十年も同じ方法で治療をしている病院は少ないですし、再手術が行われることもあるので、一つの方法の評価がしにくい。また、患者さんは満足すると病院においでにならなくなるからです。でただし実際に患者さんを見ておりますと、後戻りを生じる場合があることは確かなようです。というのは、いろいろな病院で手術を受けた後に、もう一度手術をやり直してほしいと言って香川大学を訪れる患者さんが大勢おいでになるからです。でこうした患者さんたちのお話から判断するに、普通のナース法で成人の患者さんを治療すると後戻りが生じることが多いというのが私の現在の見解です。でそこでなぜ後戻りをするのかということを考えてみます。これはアメリカのある病院のサイトから借用した図です。漏斗鏡の治療をしている病院では皆これに似た図を使って手術の説明をしております。でところが、患者さんはこの図をご覧になって果たしてご理解できるのかと私は常々疑問に思っております。そこで独自のモデルを使って説明しております。でまずは胸郭の構造を説明します。大切なのは、力を入れても骨の部分は曲がらず、軟骨の部分だけが曲がるということです。でつまりナス法で効果が及ぶのは軟骨の部分だけなのです。そこで骨の部分は無視して軟骨の部分のみをモデルにします。でへこんだ部分を上に持ち上げておいてバーを入れてその位置を保つ。これがいわゆるナス法の原理です。つまりナス法は力を加えて胸の形を変える点で矯正治療に他ならないのです。しかも1回で行う矯正治療なのです。歯の矯正などは時間をかけて相互調整します。それにもかかわらず後戻りが時々起こります。しかしナス法では装具は一度しか装着しません。故に工夫をしなければ後戻りが生じるのはある意味で当然です。で成人の症例で後戻りが多い理由には3つあります。肋軟骨が硬いこと、胸骨の形が複雑なこと、溝打ちの形が人に応じて異なることです。それぞれの因子がいかに後戻りにつながるのか、そしてそれを防ぐために私が行っている対策についてご説明します。でまず成人においては肋軟骨が硬いことが問題になります。左は小児の胸郭、右は成人です。小児では肋軟骨は柔らかいのですが、成人では硬くなっています。で肋軟骨が硬い場合には何が起こるでしょうか。まず十分に胸郭が持ち上がりません。仮に持ち上がったとしても元のへこんだ状態に強く戻ろうとします。でこのためバーに対して下向きに強い力が加わることになり、バーを支えている肋骨に強いストレスが発生します。この結果痛みが生じます。でこれをどう解決するかということですが、要するに肋軟骨が硬くなっていることが原因ですので、切れ目を入れて曲がりやすくします。切れ目を入れて曲がりやすくすれば、小さい力で胸壁を持ち上げることができます。何ヶ月か経てば、切り込みを入れた肋軟骨はその形のままで固まり、強度に問題はありません。また、バーを抜いても形は保たれます。で、これは手術で実際に操作を行っているところです。肋軟骨に切り込みを入れております。胸骨の形を考えることも重要です。胸骨は胸の正中部にある骨ですが、
人によって形が大きく異なります。子供ではいくつかに分かれていますが、成人では移合して1枚になっています。また年齢とは直接関係のない個人差も見られます。例えばここにお示ししたお二人の患者さんは一見胸郭の形は似ています。しかし細かく見ますと実は全く異なっています。この患者さんでは変形部分は主として軟骨からできています。これに対しもう一人の患者さんでは変形の主体は骨です。変形が軟骨のみである場合には比較的簡単にへこみは持ち上がります。ゆえに治療は容易です。ですが骨が陥没している場合は全く話が異なります。で、骨という硬く曲がらない組織を持ち上げるわけですので、当然形に凹凸が出ますし、なおかつ痛みが生じます。こうした場合には変形している胸骨を切らないと問題は解決しません。問題となっている部分を離断すれば胸壁はスムーズに持ち上がります。術後の CT です。キュービ部、いわゆる溝落ちの部分の構造にもかなり個人差があり、その特徴を見極めて治療を行う必要があります。具体的に言いますと、一部の肋軟骨を取り外さなくては良くならないケースがあります。どのようなケースかというと、溝落ちの落ち込んだ点に肋軟骨がしっかり接合しているような場合です。で、このような場合に普通にナス法の手術を行って落ち込んだ溝落ちを持ち上げることは不可能ではありません。ですが繰り返しているように人間の体というものは無理に形を変えても元の位置に戻るものです。故にバーは強い力を受けて手術後に痛みが生じてしまいます。そこで胸骨の端から軟骨を切り離します。で、この状態でバーを装着すれば後戻りの力は弱まりますので、患者さんは痛みを感じにくくなります。より分かりやすく説明します。胸壁は胸骨と肋軟骨からできています。胸骨には複数の肋軟骨が付着しています。この関係を例えると胸骨が電車のポールで、肋軟骨はそれにくっついている吊り革としてモデル化できます。漏斗鏡の手術では胸壁を上に持ち上げます。これを電車の例に当てはめますとボールを押し上げることになりますが、何本ものストラップがボールに付着しているので持ち上げにはかなり強い力が必要です。ところがそのうち最も支点から遠いところにあるストラップを切り離しますと、少ない力で持ち上げることができるわけです。この操作を行うことで後戻りは減りますし、形もきれいになります。これは私がかなり昔、経験の少ない頃に手術をした症例です。胸のへこみはなくなったものの、下部が突き出してしまいました。なぜこういったことが起こったのか反省しながらよく考えてみました。漏斗鏡の患者さんでは胸骨が落ち込んでいます。おそらくそれを代償するためだと思うのですが、肋骨球は普通よりも出っ張っております。このため単純にバーを入れて持ち上げますと、もともと出っ張っている肋骨球が連動してさらに突出してしまうのです。それでへこみは治るものの、胸壁の形はデコボコになってしまうわけです。そこで接合部を取り外します。こうすると胸骨と肋骨球の連動はなくなりますので、胸骨を持ち上げても肋骨球の持ち上がりは起こりません。この効果を実証する写真をご覧に入れます。
第7肋軟骨を離断する前には棘突部が突出していますが、離断するとその突出はなくなっています。総括に移ります。ナス手術は本来小児の術式として開発されたものです。したがってそれをそのまま大人に対して用いるとうまくいきません。小児とは異なった工夫が必要で、本日はそれらについてお話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。